良かったなっていう出たかったですから、まあ安心してではないですけど、集中してその11月の多分9日10日ぐらいだと思うんですけど、それに向けて準備をしっかりできるかなというふうには思ってます。まあ、トレーニングは基本オフもオンもあんまり変えないですね。で、まあちょっと気持ちが入ってくるので、セット数が多くなったりとか、種目の数が増えたりとかっていうのが、まあ、シーズン中あるんですけど、ベーシックな部分は変わらないので、まあ、トレーニング の, その持っていき方っていうのはオンもオフも変わらないかなという形ですね。いや、逆にちょっと抑えてるというか、なんていうんですかね、もうちょっとこうアーチを作って、瞬発力でっていうか、上げることも全然可能で、150キロぐらい多分できると思うんですけど、まあ、怪我のリスクもあるというのと、まあ、ちょっとしっかり可動域取ってやりたいかなというので、昔はこう10キロ落としぐらいで行ってたんですよね。要は150とかでやって140、130、120みたいな形で落としてたんですけど、まあ、そこまでなんていうかな、瞬発力使って重いのを上げない代わりに刻みをちょっと少なくというか、5キロ刻みで落としていくような形で、なので何ですかね、重たいのはあんまり重たないけど、刻みを小さくというか、だからトータルでは結構重いのやってるかなという形ですね、うん、あ、そうなんですかね。あんまりトップビルダーの方々を見ないじゃないですか。なのでちょっと他の方がどういうトレーニングねされてるのかわからないですけど、まあ、一緒にトレーニングさせていただいている、今目指している方とか、もう長年こうトレーニングを愛好されている方っていうのは変わらずベンチを皆さんこう使って順番待ったりとかあるのでっていう感じですね、はい。そうですね、本当に疲れている時はちょっとやっぱり変えたりするのと、出張がやはり多いですので、出張先で同じような種目はやるんですけれども、やはりねベストではないんですよね。同じベンチをやるにしても環境がちょっと違うと若干感じが違ったりするので、その時はちょっと種目をちょっと何ですかね、軽めに多めにみたいな形で変えたりするので、まあ何て言うんですかね、時々勝手にというか、ちょっと変わったトレーニングをせざるを得ないので、それがちょうどいいのかなという形ですけど、まあ、でもベーシックなものやってないと減量がうまくいってないかどうかがわからないんですよね。要はベンチが格段に落ちてきちゃったり、ベーシックな種目がもう扱い重量が格段に落ちてきちゃったりすると、まあ要は体の調子が悪かったりとか、減量がうまくいってないっていう、まあ証明というかなるので、そこのところでちょっと測ってるっていうのはありますよね。だからある程度ベーシックなものをやりながら、まあ減量がある程度こう間違ってないのかなっていうのを確認をしながらっていうことで、その部分をちょっと大事にしてる感じですね。いや、そんなに言うほどやってないですよ。やってないって大変です。やってますけど、例年と比べて多いかって言われるとトータルはそんなに、土日がちょっとやっぱり仕事だったり用事があったりして、ちょっと、まあ、土日でちょっと帳尻合わせた部分は今まであったんですけど、土日の帳尻合わせがちょっとできなかったので、まあ、毎日毎日のカーディオがちょっといつもより多かったっていう形なので、はたから見ると多くやってるなっていうイメージですけど、個人的にはトータルでは同じぐらいというか、いや特にねテーマが正直今年ないんですよ。まあなんていうんですかね、とにかくこう大会に向けて、やることをやっていきたいなっていう。